はい、浮かした与那国さんですね。あー、綺麗だね。綺麗ですね。こちらがね、眉です。眉から出て今羽を伸ばしているところでしょうね。うわ、触覚もすごい。これも触覚もすごいっす。ふわ、すげえな、これ。見上げた絵ですね。あー、すんごいな、これ。これまあ結構道でパタパタ飛んでるんでね、気をつけてくださいね。まだね、羽が乾ききってないから、まあ、飛んでないから銀粉が取れてませんね。透けてない。銀粉が取れてないのかな。銀粉、あ、そうでもないのか。もともと銀粉ないのかな。うん、なんか透明なあの窓がね、まだ透けてませんね。こちらが胴体。完全にモスラやな、マジでこれ。恐ろしいサイズ感。そして色彩です。素晴らしい。ああ、これは素晴らしいですよ。ほんとだ。向こう見えるんだね、この。4つ向こう側が見える。シースルー構造がありますね。へえ、すげえ。どういう意味があるんだろうな、これ。で、あ、上側から来た光をしかも反射してんじゃない、これ。下側から来る光は透過して、上側から来る光は反射。ん？何言ってるか分かんなくなってきたぞ。下から来る光は透過して、上から来る光は反射するみたいな構造になってるんでしょうか。